ウィニングイレブンメンテナンス開けました。今週も楽しんでいきましょう。注目選手配信終了についてということで、アナウンスインフォメーションが来ております。2020における注目選手の配信は、2020、9月3日のメンテナンスをもって終了いたしますということで、9月3日までは行われるってことは、来週の分までは来る。で、来週の分まで来るってことは、2週間後ぐらい、2週間ぐらいは空白の時間ができるという感じですかね。まあコロナの、おかげでこうなったというのも言えますけども、まあ今までね、ライブアップデートがかなり前に、発売からどんぐらいだっけ ?7 月ぐらいには終わってたんで、まあ1ヶ月半、2ヶ月ぐらいは、まあ長く楽しめたかなということで、コナミさん、ほんまに大きにありがとうございますということで、まあ少ない、ラスト。ガチャを楽しんでいきたいと思います。今週は、ロナウド、グリマン、ムバッペ、クルトワ、トニクロ、ギンター、ター、ナビ、フェキル、ペペア。もう、強い人ばっかりじゃん。どうなの?ダニーロ・ペレイラとかどうなの?ダニーロ・ペレイラとかさ、結構いい能力してた、してるから、FP とか、アイコニックがまだ出てない時期、なんか、有能な銀とか金とか銅とか黒とかいないかなっていう時に、結構注目株として挙げられる。あ、やった、なんか優勝予想キャンペーン当たってたわ。やったーってことで。あげられる人ですけど、まぁ、ちょっと見ていきましょうか。これじゃないね。さあ、今週、ラスト2回の、週刊 FP ガチャ、見ていきましょう。さあ、ロナウドは、もうこれはもう見なくてもいいぐらい。もうここ、どん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 強くなってますんで。まあ強いやつなんでしょ?キック力が3上がり、ジャンプ力が2上がり、フィジコンが92でしょ?6上がり。で、こっからサブロック18の、フィジコンは95ぐらいになる。あれ、この間出たロナウドとあんま変わんないのかな。まあ、僕は持ってませんので、これは絶対欲しいとこ。で、グリーズマンは逆足2になってからの使い味が分かんないんで、ちょっと使ってみたいところではありますが、まあ、いかんせん、こう、なんて言うんでしょう、対戦する相手にいる率が少ないんで、やっぱロナウドとかルメニゲとか、もうほぼ 100% いるみたいな感じですけど、グリーズマンを使ってる人あんまりいないので、まあ、持っててもあまり使いこなせない、もしくは、こう、あんま強くなかった、まあ、難しい選手なのかなっていうふうに感じます。さあ、ムバッペちゃん、これ強いんですか?また、最強ムバッペちゃんが出たんですか?これはもう、まあ、取っときたいけど、俺も持ってんだよね、101ムバッペだけ、この間の。だから、まあどっちかといえばロナウド、そして、トニクロは、まあこ、ね、このゲームではあまり輝かない選手、リアルではいい選手なんですけど、でクルトワも強いんですけど、もう僕は特別なヘッダークルトワ持ってるので、いりません。でも、まあ普通に考えたら、守備的なキーパーが好きな人はいいと思います。まあ、今作にのキーパー強い人っていうのは2人いて、ドンナルンマとクルトワ、この2人が打ち抜けて強いって言われてるんですけども、何が違うかというと、ドンナルンマは攻撃的、クルトワは守備的で、まあ、すごいざっくり分けると、攻撃的はファーのシュートを止めやすくて、守備的はニアのシュートを止めやすいです。で今作はニアが入りやすいという認識がもうかなりユーザーにかなり浸透しきっているので、もう真っ先にニアで点を取る攻撃を組み立てているとか、それに手が慣れちゃってる人が多いんで、守備的なクルトワとかでまずはお前のニア狙いの攻撃をさせまへんでっていうのがをできるクルトワは僕は好きですね。ただ強い人だとそこからこの相手がニアを防いでくるなっていうのが分かったらファー狙いとかしてくるんで、そこはマニキーが必要です。でマティアス・ギンターパーパーパー、あれ銀、あ、そうヨナタンター、この人ね、まんまインターセプトつけたら爆強上がりします。今もう俺めっちゃ使ってるんだけど、俺の中でね、ま、俺のチームはバランがいないんだけど、最強センターバックっているファンダイク、クリバリ、バランで、バランがいないんだけどクリバリとファンダイクいます。でもねヨナタンターはそれに並ぶ選手です。でそれ以外にもルーベン・ディアスとかデリフトとか、あ、まあちょっとちっちゃめのセンターバックがいるんだけど、やっぱこの2人にね、例えばクリバリとファンダイクが、調子が悪い時にこの2人を入れようとは思わないけど、ヨナタンターだったら迷わずに入れます。でヨナタンターはね、あんま使い方が微妙だなっていう人は、もしかしたらインターセプトつけてない人がいるかもしれないんで、つけてみて、試してほしいです。評価点で言えば、ヨナタンターはインターセプトつける前は 5.2 ぐらいだったんですけど、つけてからね、今もう 5.5 近くまで復帰してます。しかも初期の結構評価点がのベースが決まりやすい時期に 5.2 だったのが、使っていってインターセプトつけて上がってるんで、結構ね、いい評価点を叩き出してるんじゃないかなと思ってます。こいつはマジで強い。ペペどうなの?ペペはね、188cm、初期は結構強かったんですけどね、サブ68のディフェンスセンス99、スピード86、瞬発86、フィジコン97、結構強そうだね、まんまくインターセプトあるし、結構強そう。フィジカルがあって、スピードもそこそこあって、身長も188、結構普通に強いんじゃないですか。ナビフェキールちゃん、この人強いですよ、この人は強い。2列目から飛び出しでシュートも打ってるし、でも意外とこの能力でパスが若干下手っていうのがネックになってくるかもしれませんが、まあ、フィジカルもそこそこあって、スピードもそこそこあって、決定力があって、オフェンスセンスがある攻撃的な選手、ただパスはちょっと下手っていうね。アクセル・ビッツェル、シクラターン、ライジングシュート、アクロバティックシュート、ヒルトリック、ワンタッチパス、バックスピンロブ、テダンドロブ、インターセプトキャプテンシー、オフェンスセンス79、グランダバス93、フレパス85、決定力77、
まあ、ディフェンスセンスもちょっと微妙に低いと。でアンカーの割にはそうね、アンカーの割には若干こう能力だけで見たら攻撃的な選手なんで、どっちやねんっていう気もしますね。うん、まあなんかこう、まあ、今いる、まあ、例えば誰だろう、バリオスの FP とか、まあ、僕だったらマラングサル使ってるし、デリフトも使ってるし、あとはあのグエンドゥージとかね、あとはライカルトとか、あの辺と比べると、まあ、ちょっとアンカーとしても弱いかなという気はします。ダニーロ・ペレイラ、ディフェンスセンス88、ボール出し92、アンカーだ、スピード82、瞬発78、フィジコン95でしょ。でレベまで多分4ぐらい上がるから、フィジコンが99いくよこれ。でディフェンスセンス92、ボール出し96、でアグレッシブス95、全部4上がりだとして、スピード86、瞬発が82、マンマーク、あ、マンマークはないんだ、インターセプト、マンマーク欲しいな、中盤。で、身長188センチでしょ。悪くはなさそうだけど、ちょっと興味そそられる。使ってみないとも断言できる。能力だけ見て、こいつは強いと断言できるレベルじゃないですね。当たりはロナウド、まあ、グリーズマン、ムバッペ、クルトワあたりで、あ、ヨナタン・ターとかも大当たりですね。で、まあ、中当たりとしては、ペレイラ、ペペ、ギンター、グリーズマンとかですかね。まあ、僕はロナウド、そして、ペレイラが欲しいです。ペレイラをちょっと試してみたい。アンカーはやっぱマラングサールは強いんですけど、やっぱ本職のアンカーを置きたい気持ちもある。お願いします。そういう、あ、ビッツェルじゃん。ビッツェルはいらんぞ。あれ、あ、クルトワ、いやちょっと俺最強クルトワいるからさ、これ大当たりの人いるよ。ただ俺はヘッダークルトワいるからね、歴史的なプレミアですよ。ヘッダークルトワ持ってたら、多少能力が高くても、高い方のクルトワが出たとしても、まあ、ヘッダークルトワ使っちゃうかな。しかもまあキーパーに関する能力がそんな変わらないと思うんで。さあラスト2回、ははちょっと待って、ロナウドポルトガルか、あれペレイラはフランス、グリマンじゃん、グリマンしかいないよね。あ、ムバッペいる。あ、グリマンだ、左利き。まあでも使ってみるか、逆足2のグリーズマンをボンバーしてみせるか。グリーズマン、はっはグリーズマン、はっは、あー、なるほど、2列目からの飛び出し、アントワのグリーズマン、うんうんうん、なるほど。で、ボンバーよ。で、ボンバーラスト、どうしよう、ロナウドかペレイラか。ちょっとペレイラ欲しい気もあるけど、やっぱまあ大当たりロナウド引いて、ラスト2回の FP ガチャを有終の美で終わらせたい。ただそれだけでございます。フランス、え、ムバッペ、ムバッペぐ、あ、え、左足、あ、フェキルか、結構微妙じゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、あと2回しかないのに、俺もねえ、ラスト2回微妙くない？これまあグリ、まあでもグリマンがむちゃくちゃ強かったらそれを信じるしかないですよね。グリマンがめちゃくちゃ強かったら、クルトワもまあ正直ね、俺クルトワもうね満足してんの、ヘッダークルトワに。これ以上強さいらないもんな。フェキール、グリーズマンは、フェキールもまあレベマンにしたところでね、今のねこの時期のスカットに入ってくるとは思いません。グリーズマンやな、あるとしたらグリーズマンやな、これわかりました。じゃあまあ重課金おじさん、意地でも大当たりだったと言い張りたいので、グリーズマン、レベマン目指していきたいと思います。あと1回、多分あと1回でしょ、来月9月3日で終わりなんで、チャンスがありますから、そこで絶対今世紀最大の神引き見せていきたいと思います。まあ、最後はこれであれかな、ユーロは終わりかな、優勝予想も終わったんで、最後は TOTY 年間最優秀選手がガチャで来るはずです。来週の木曜日お楽しみにということで、やっぱまあこの時期、ここ数週間ですか、月曜日のガチャがないんですけど、やっぱ木曜だけのガチャでいいような気がします。週1、ホナミさんご検討お願いします。やっぱりガチャで引いて当たって育成して、その人を使いこなし判断するまで時間が欲しい。やっぱ木曜に引いて金土日で使って、月曜日もう新しいガチャ来るとなるとね、やっぱもう月曜のガチャ、土日 にもう月曜ガチャ来るんだよなって気持ちでやりながら やらなきゃいけないので、チャマパーでございますということで、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後まで駆け抜けて青春。あ、あとフィーバーモバイルの当選しました。やった、パー。